まあこっち来いや、イエス。面白いことあるぞ。何をしますか。芸を見せるからの踊るな。久々じゃない踊る。アスリは踊りまくった。ほれほれ踊れ踊れ、イエス。やるの。長が踊り激しく踊りまくった。わしは竜王長が今後と何か言え。俺の踊りに対して評価をしろ。俺の踊りを。マッハかな。マッハももらっとくか。トーク持ちきれねえだろお前。どこで持ってんだ。両足で1個ずつしか持てないのに3個も消耗するな。あ、両足とくちばしかな。3つ持てるだけもらったな今。なんだ、アイルフか。ここはティフェルト。え、こないだあったよね。もう一回説明してくれるんだ。もう俺の顔忘れちゃったのかな、エルフちゃんも。メロンソーダみたいだな、ここ。一応回復しとこ。安い。いいお尻のお姉さん。動いてる山を見た。あ、変わってないか。ん？山が動いてるってことは、クズ竜が動き出すのかしら。でもまだ一頭だから先の話ね。9頭動き出したらやばいってことか。アバドンなんとかしないと、ベリア回路は通れないな。アバドン、ようやくずっと俺アバドンを倒しに行ってると思ってたら、全然アバドンに遭遇しなかったけど。そうか、ようやく魔界でお目見えか。え？ルイサイファーがルシファーだった。大きな声出すな。そんなこと魔界じゃ誰でも知ってるよ。そうですよね。お忍びで城を出るのが趣味なんだから、気づかないふりをするのがエチケットってもんで。あ、そうなんだ。気づかないふりをするようにします、今後。ルイサイファーを見つけても。あれで忍んでるつもりなんだね。同受けだよ、ルイサイファー。全員知ってんだな、やっぱ。ルイサイファーのことルシファーだって。そりゃそうだよね。でもみんな優しいから、気づかないふりしてあげてたんだ。いい話じゃないか。じゃあ、セット行くか。まあ、普通に、ボス戦でしょうね。もちろん、サモンしていこう。よし、なかなかの豪華メンツじゃないですか。クーフーリン、ケルベドス、パールバティ、ナーガラシャ。これで行きましょう。ナーガラシャいらねえんじゃないかって。ナーガラシャはね、楽化者要因なんですが、いらないんじゃないかという説もありますね。魔石。お、ウベルリ、よし。まあまあまあ、後で合体してあげましょうか。じゃあ行きますか。セト。あ、ゴモリ。セトを封印するのよ。邪魔する気？わあ、先にゴモリと勝負か？何してんだよ。瀬戸が目覚めようとしている。あ、邪魔しちゃったってこと俺が。あ、目覚めそう。あ、起きちゃった。かわいい。あ、飛んでいくのか。飛んでいっちゃったよ。え、普通に目覚めたけども。え、すげえエフェクト。画面効果。おお、突き破って出ていった。派手に、おお、すげえ飛んでる。でも可愛らしかったな、今。セトは飛び去っていった。なんか飛んでいく姿はめっちゃでかかったけど、起き上がった時めっちゃ可愛かったぞ、セト。セトを逃がしたわね。これでサタンが復活するわよ。そうか、セトを倒すっていう目的は一致してたんだけどな、我々。ちょっとやっちゃいましたね、ゴモリちゃん。ああ、じゃあ召喚しなくてよかったのか。あ、穴開いてる。ちゃんと屋根に。細かいね。え、で、どうすんだろう。ゴモリとも戦わなかったし。あの瀬戸が飛んでいった方向を追っかけろっつんだったら向こうに登っていた感じ。あ、まだゴモリいんのかな。瀬戸が飛んでったの見た。あれって誰かに呼ばれたみたいに飛んでたよね。確かに一目散に飛んでってた。こっちの方行ってたよな、奥の方に。向こう側に飛んでってたんだけど、向こうにはもうこれ以上行けねえじゃん。ここか。あ、ここっぽいぞ。ルイサイファー、あれ髪赤くなってない。アスツリオ、今日は君にお別れを言いに来た。何イメチェンしてんだよ。金髪じゃなかったっけ。これでお前とは永遠の別れだ。おい、お城は、お城は。なぜなら私がお前の命を取る。偽物なんじゃないんですか。まあ、変身するのか。ほら、偽物じゃん。アスタロトじゃん。あれだ、ちょっとあれだね。ワンの頃とポーズが変わったな。局部隠すようになったな、お前。のこのこ出てきよったな。ルシファー様もこんなガキを随分と買いかぶったものだ。なるほど、やっぱ偽物だったんだね。お前などサタンであろうはずがない。ましてやメシアであろうはずがない。メシアよりサタンの方が上なんじゃないのか。どうなんだろう。愚かしいただの人間だ。愚かなる人の子にふさわしい死を私が与えてやろう。唐突でしたね。でお前、まあ、アスタロト
1ではまあラスボス一歩手前ぐらい出てきたかな確か。まあまあまあ大したことないですよこんなやつ。さあガンガ通ってしまう。これは大したことないな。やっぱり一物がちょっと長くなったよね。前なんかもうちょい太い感じだったんだけど、太いよりもちょっと長い一物になりましたね。こっちの方がかっこいいかな、なんかちょっとかっこいい感じがするよね、ワンの頃より。よし、普通に殴りも通るな。ワンの頃覚えてねえな、どうやって倒したんだろう。まあこれと同じような感じで倒してるよおそらく。結局タルカジでぶん殴ってると思うけど、申し訳ねえ、感電させてしまって。あとはオートで。いやこれこれこの後ずっとこれになるんだろうな。あ、ちょっともうタルカジャいいです。あ、終わった。5824、2912まで知恵の子、いいもん持ってんじゃないか。2912、まあそんなもんか。どうやらただの人の子ではなかったようだな。サタン飯はどちらでもよい。その力で私に元の姿を。毎回それ言ってるな。ワンの時も石樽になりたかったって言って死んでたよね確かね。美しき豊かな緑の女神石樽の姿を取り戻して。アスタロと毎回祝願果たせずか。でってことはここが正解か。いやここ何もないとこだぞ。ほら何もない空間が広がっている。え、中に吸い込まれそうだ。このまま吸い込まれますか。なんという選択肢。まあ、イエスで行っちまうか。ってことはアバドンに入るんじゃないかこれは。素通りした。おい、びっくりした。どういう吸い込まれ方。あ、めっちゃ吸い込まれてる。あ、アリ地獄みたいになってる。ここが、え、気持ち悪い。ブヨブヨしてる。アバドンの中か、これが。アバドン体内。ここがアバドン。ちょっと待ってくれ。なんか出しとくか、せめて。クフリーでも出しとくか。アバドン体内か。なんかあれ思い出すな。スプラッターハウス思い出すか。ここ通りたくねえ。ぬちゃぬちゃしてそう、ここの粘液。いや、こんなになってたのか、アバドン。画面効果が、ちょっと重いね。動作が重い気がするね。ここ普通にマップがあるんだね。ちゃんとここもマス目で作られてんだね、アバドンの体内も。うわー、いや、ブジャリーっつってたよ、今。ぐじゃー言ってるやん。歩きたくねえこんなとこ。とりあえずあの壁には触れないように歩こうな。これドンっていうのかな。ブニューっつってるやん。実はここドンって言うんだけどね、壁当たったら。あ、ワープか。アバドン体内でワープってどういうこと。どういう体の構造してんの。あ、でも単純っぽいな作りは。そんなに分岐がある感じではなさそうだぞ。敵もそんな出ないしな。まあエストマ効いてるからか。エストマ効いてるね。うわ、なんだこれ、気持ち悪い。枝分かれしてる感じめっちゃ気持ち悪いな。キモ、このマップ。お、エネミーソナーがビンビンだね。でもレベル低いみたいで、エストマしてれば全然出てこないんだよな。それはそれでちょっと面白くないな。アバドンの体内でどんな悪魔が出るのかちょっと気になるな。アバドンの腹の中に住んでるやつでしょ。絶対臭いわ。臭い悪魔しか出ねえだろうな、ここ。エストマ決めてほしいな、逆に。どんなやつが出るんだ、ここ。ミニアバドンとか出ねえかな。無駄に広い。アバドンの多分、腸の中を歩いてるのかな、今。だから、うんことかあるんじゃない、この辺に。うんこが出てきたらアバドンのうんこなんだけどな。間違いなく断じることができるのに。アイテムはないんだよな。アイテムがあったらそれはそれで、何これってなるけどね。なんで宝箱置いた、誰が置いたんだよってなるけどな。アバドンの体内の宝箱って意味わかんないもんな。なんかだんだんこの穴がエロく見えてきたんだけど。あ、やべ、ついちゃった。どこ？あ、スラム？バルハラじゃん。飲み込まれたはずの。おい、ちょっと待っ、おっちゃんとか生きてんじゃねえのか。岡本とか、マダムとか。ちょっと待ってくれ。センター名、バルハラ全部を魔王アバドンに飲み込ませるとは。やられた。よくお前状況把握ができるな。こんな状況で。ここどこってなるじゃん、絶対。なんでわかるんだよ、お前。
アバドンの中あったかいなりぐらいしか言えねえだろ。なんで自分がアバドンの中にいるってわかるんだろう。すげえな、去るものだな今の男。ちょっと待ってくれ、誰かいなかった結構。味方いるじゃん。味方結局会津じまいで飲み込まれたもんな、バルハラが。それあのガイア神殿の後ろ、味方のジジイに会いに行くか。ここにいたろ、ほら。おお、アスリか、アバドンの腹の中まで来たのか。まさかセンター、いや元老院がアバドンにバルハラを飲み込ませるとは。あ、元老院の話とかももうご存知なんですね。元老院は君と私を会わせたくなかった。だが私がバルハラに隠れているのは分かっても見つけられなかった。あ、そうなんだ、こんな単純なとこにいたのに。またバルハラはもうセンターにとって利用する必要がなくなっていたのだ。あら、味方を殺すためにアバドンに飲み込ませたってこと。町ごとバルハラにいることは分かってるから、とりあえず全部飲み込ませちまえってことか。ひでえことしやがる。そこで魔王アバドンにバルハラを飲み込ませた。邪魔な私と用済みのエリアを一度に消すことができたわけだ。でも死んでないわけだからね。ところで二人でいるということは、収容所からユッキーを救ってくれたんだな。ご覧の通りよ、俺の後ろに従ってるわユッキーは。ならば私も君に真実を話そう。そういえばそんな話でしたね。そうだ、味方がユッキーを救ってくれって言ってたんだったな。足ずり、つまり君はセンターが救世主として作り上げた人間だ。それは前々から言ってましたよね。かつての大破壊後、世界は荒れ果てた。メシア教団は人々を救うため自らの手で千年王国を作ろうとした。これが東京ミレニアムだ。なんか東京ミレニアムかっこよく見えてきたわ、だんだん。そして救世主の出現を待ったのだが、彼らが待ち望んだ救世主はついに現れなかった。そうだね、だから自分たちが救世主をしつらえてやろうっつって元老院たちが暴走したわけだよな。センター元老院は自らの手で自らの望む救世主を作り上げようとした。それがアスリー君なのだ。なんとなく分かってましたよ。同時に君をめぐる4人がバイオ技術で作り出されたのだ。バイオ技術で。取れたてホップは君のパートナー、チーズタラは千年王国のテストを行う仮想世界のメシア、スーパードライは救世主のカリスマを高めるために倒されるアンチメシア、そしてピスタチオは君の見張り役だが、君だけは違う。まず人間の受精卵をバイオ研究所で強化し、若く優れた女性の体内に移した。あー、人工受精だったんだ俺。そうやって君は生まれてきたのだ。なんか洗脳とかじゃないんだね、もともと素質がある人間を洗脳して仕立てたのかと思ったら記憶消されてるしな。じゃなくてもう最初から受精の段階で作られてたんだ。君はすぐに体を借りた女性から引き離され、丸一日で十何年分に育てられたのだ。はあ。でも最近生まれたんだ俺。十何歳かなんだね俺。そうかそうか、少年だもんな俺。じゃ数日でこの体まで成長したのか、受精卵から。もう一度私の話を聞くか。でバイオ技術で作られたって言ったから、ホップちゃんとかスーパードライとかもバイオ技術で育てられたってこと。やつらも受精卵からできたのかな。ユッキーだけは違うのか。じゃあまさかそんなことって。絶対俺の方がショック受けてるユッキー。そうだ、ユキの子は、あ、そういうことか。ユキの子はアスリだ。おユッキーに受精してたのか。はあ、お母さん。私もセンターの命令に何の疑いもなく従っていたが、このメシアプロジェクトにはどうしても我慢できなかった。でもやっちゃったんでしょ、目方が。だユッキーが探してた少年って俺か。救世主を勝手に作り上げたことも、私の娘をプロジェクトに使われたことも、何もかもだ。え？味方の娘がじゃあユッキーか。私は花田と協力して君の記憶を消し、センターに爆破騒ぎを起こして脱出した。あ、そういうことか。俺の記憶をわざわざ消してくれたんだね。こんなひどい記憶はやめとけっつって消したのか。ユキ、君も連れて行きたかったが、テンプルナイトとして植え付けられた記憶を消す時間はなかった。なるほどな。だお父さん、だから俺からしたらおじいちゃんか、味方は。さっき味方のじじいとか適当なこと言ってたけど、そうか、本当におじいちゃんか。
だが君は自分で足つりを探しに出かけた。これは私も考えていなかったよ。そうだよな。じゃあセンターにいたユッキーのお父さんお母さんは、あれはもう作られたお父さんお母さんなわけだ。それでなんかあれだね、ほうけた感じになってたんだね。本当のお父さんはこっちだったわけだね。じゃあお母さんとかも死んでるだろうな、目方の奥さんは。さあ魔王アバドに飲み込まれたものは間もなく消え去る。私もどうやら最後だ。君たちは早く逃げるんだ。ちょっとおじいちゃんだろ、連れて行こうぜ。マグプレッサーをやろう。これでアバドンを実体化できる。奴を倒して脱出するんだ。マグプレッサー、何コンプレッサーみたいなこと。さらば我が最高の作品、プロトタイプ1よ。さらば我が最愛の娘よ。プロトタイプ1か。待って、もっと話を聞かせて。あなたが私の父だったなんて、アスリが私の子だなんて。消えたなぁ。アバドに飲み込まれたものは卑怯者軟弱者みたいな。味方、言うだけ言って消えやがったの。本当に霊魂にもなれないのかあいつは。でアバドに飲み込まれたこの町自体はまだ残ってるのに、でかろうじて生きながらえてたのか。ちょ気まずいわ多分この場で一番気まずいのクーフーリンだから、ちょっとクーフーリン戻してあげよう俺は横で聞いちゃったけどみたいな顔になってるから。クーフリンは二人にさせてくれ、ユッキーと。お母さんと二人になっちまったよ、気まず。どうしたらいいんだ。マグプレッサーを使えって言われてもどうやって倒すんだよアバトン。マグプレッサーで、とりあえず、あ、霞の壺、次の満月まで敵との戦闘で先制攻撃できる。へえ、あ、なんだ、戦闘時用のアイテムじゃないんだね。マリコ使って、お母さんに使ってちょユッキーに気がする。お母さんじゃないよもう。確かに人工受精で、まあ事実上のお母さんだもんな。え、俺彼女とか言ってたのめっちゃ気持ち悪くなってきた気もかったな。やっぱホップちゃんが彼女がかったな、そんなんだったちょっとこの事実を俺はどうしたらいいんだろう。スーパードラインでも伝えに行くか。速さの子も使っちまえ。こう溜め込んでたな。うんこ全部食うわとりあえず7個。これ最後の1個はチーズタラの生うんこだな。でもこれもさ、バイオテクノロジーで作られたチーズタラのうんこってことだよねある意味生のうんことは言い難い大事に食ったぞチーズタラ。だいぶ上がったんじゃないか質に。運18、だいぶ強くなったね。いやまさかその元老院たちがね、メシアを作り上げたって言ってたけど、その洗脳して作り上げたみたいなことかなって思ったらね、本当に一から作ったんだな、受精させて。しかもユッキーに受精させて。あー、でも俺ナジャにユッキーは彼女でって紹介しちゃった。まさかお母さんだったなんて。これを知ってたらナジャも合体はしなかったかもな。そうか、すごいシナリオだ。どうしたらいい。とりあえず出たらいいのかな。お前も消えるのか。消えてねえじゃんお前。うちのジジイは消えたのに。メカタの親父ってね呼ばれてたもんな。あのなんか門番してたやつ、あれをメカタに作られたんじゃない、もしかして。バイオテクノロジーによってその BGM やめろ、その BGM やめてくれ。今シリアスな空気でやってんだこっちは。いや、ていうか俺岡本に会いたいよ。岡本に会いに行けないかな。じゃあ行きますか、アバドンのお腹の中。ここでどうすればいいんだろうな。まださらに奥に進めって感じなのかな。なにこいつ、マダム。誰かいるの。アルフレッド、あなたはホーク。そういえば俺ホークだった、忘れてた。今ドキッとした。足ずり、あなたもアバドンに飲み込めたの。これ埋まっちゃってるよな、アバドンの中に。バルハラの支配者マダム様もこうなっておしまいですよね。いや最後に一目会えてよかった。俺ずっと心配してたんだからな。飲み込まれて以来、私はセンターから任されたエリアを自由な場所にしてたくさんの人を集めた。
バルハラが栄えるのをセンターが黙って見逃していたのは千年王国の人間を選ぶのに利用するため。なるほどな。所詮私はセンター、元老院の雇われマダムだった。用がなくなったらこのざまよ。ケルベロスここまで連れてきたぞ。そういえば私一人の命で済むならバルハラの人たちは助けてあげたかった。全員飲み込まれたわけだもんな。あ、マダム、マダム、待ってくれ。じゃあ岡本もこんな感じでどっかいるのかもしんねえ。ちょっとマップは全部埋めてえな、これ。アバドン、マップ全部埋めようぜ。岡本探しに来て。パワーもこんなとこ住んでんの。いや、おかしいだろ。早く出ろよ、お前。アーバドに飲み込まれちまったのか、このパワーも。お、レベルアップ。どうしましょう。力、ガンガン上げちゃっていい気がするな。なに？わざわざここまで来るとはご苦労だが、わしの体はここにあってここにない。急に出てきた。いわば異次元にあって実体はないのだ。こいつアバトンか。ハキハキ喋るな、お前。おて、ルヘヘみたいな、やつかと思ったら。従ってわしを倒すのは無理なこと。早々に諦めるのだな。おとなしくわしに吸収されるがよい。わははははは。あ、使っちまった。ちょっと待って、まだ回ってないのに。ん？一体何をした？あ、わしの体か。ははは。あからさまな弱点。わしの体を実体化させるとはな。だがすぐに悔やむぞ。実体化させねばよかったとな。いや、まだマップ埋めてねえんだよ。俺、岡本に会ってないのに。あー、戦いか、これ。逃げれねえか。魔王アバドンが言って出た。いつものアバドンじゃなくて、もう中身の方だな。完全に中身の方。まあ、やるしかねえか。ちょっとマップ埋めたかったな。絶対岡本いるよな。マダムがいるぐらいだもん。銃食らうね。しびれろしびれろ。しびれはしないか。テトラ切り割った。何それ、テトラって。テトラカーンってことじゃないよな。普通食らうわ。一瞬テトラカーンかと思わせといて。タルカじゃ普通にいけるね。殴ってこい殴ってこい。アボロン、あれもなんか若干ペンタラフ跳ね返した。跳ね返せちゃう。ちょっと物理攻撃の威力落ちたかもしれない。だからテトラを張ったことによってバリアみたいなことなのかな。もういいぞ、タルカジャ。もういいです。殴れ殴れ。120、134。ガルーダも殴る。おいね、2回攻撃。最近デフォルトで複数回攻撃してくれるな。最近っていうか、レベルが高い悪魔。レンタルを唱えてるね。跳ね返しちゃうからね、取ったら。でもガルーダ効かないと。オートでいいでしょう。まあ、今更アバドンなんかね、出てこられたところでって話です。しかも中身弱点を目の当たりにしてな。それ楽勝でしょう。お前がミカエルを倒したものだったか。ミカエルはわしを再び天使に戻そうと言った。ほう、それでもなんか還元だよね。甘い言葉だから彼の言う通りバルハラを飲み込んだのだ。そうだよな、いいように使われちまったのか。アバドンもちょっとかわいそうじゃん。喉チンコみたいだったな。喉の通りが良くなったんじゃないか、これで。わー、終わっちまった。助けられなかったか、岡本。まあ、助けるのは無理だけど、岡本の最後の言葉聞きたかったな。え、急に出るんだもん、アバドン。しかもあそこなんかめっちゃワープ地帯のね、ど真ん中だったのよ。いや、もうちょっと推理すればよかったな。ワープ地帯のど真ん中がゴールなんじゃないかと。行ってないとこあったんだよな、まだ。悔やまれる。どうしよう、どうしたらいいんだ。ピスタチオに報告するか、とりあえず。アバドン倒し。いや、でも待って、瀬戸は倒してないぞ。結局、瀬戸が飛んでいった方を追っかけたら、アバドンの中に入っちゃったっていうだけで。瀬戸はどうしたらいいんだよ、だから。どうしよう、どうしたらいい。とりあえず、ティフェルテの街戻るか。ウサギちゃん、回復で。安い。あれ、メンツ変わった？お姉さんがいなくなってない？瀬戸が復活してルシファー様はどうするつもりだろう。そうだな、ルシファーの方に飛んでったもんな。アバドンは消えたらしい。飲み込んだものを無にしてしまう奴自体が無になってしまった。詩人だね。
これでベリア回廊に入れるからゲブラーやケスドに行ける。なるほど、ベリア回廊、あ、なるほど、さっきアバドンがいたところがちゃんとした回廊に戻るってことか。なるほどなるほど。じゃあもう一回さっきのとこ行きますか。ここにもう一回入っちゃえばいいってことね。あ、普通に入れましたね、ベリア回廊。いや、まだまだ続くな、衝撃の事実。でももう終盤だろうな、さっきの目方のイベント。はい、な、お、今度は地下にくぐっていくわけね。あー、ダークゾーンか、ややこしや。ほら、箱、あー、壺か、いつもの。うんこー、久しぶり。誰がこんなところで誰がこんなところで。ここも階段、ここも階段、ここも階段。はあ、どっからでも登れるみたいな。何が楽しいんだそれ。ここも階段だ。出口、あ、正解っぽいね、ここが。じゃ先に他の階段を登ってきてみるか。しょうがねえな。あ、ここも出口だ。あれ、さっきとは違うな、ここ。さっきと出口が違う。いや、無駄に広いのは分かったけど、一回出てみるか。一回出てみようか。さっきと違う出口だったから、多分もう一個の出口から出たら、反対側からとか出るんじゃない？どっちが正解なんだろう。ちょっとここ入ってみるか。街っぽいよな、新しい。なんだっけ、ケセド仏殿、仏教が伝来してるじゃん。伝来っていうか、もう東京だから仏教あってしかるべきなのか。仏殿で、こんな悪魔が少量ばっこしてる中に仏がいるのか。大仏があんのかな、大仏が。あ、ここはケセドの仏殿、前より魂が救いを求めて集うところ。第一如来様は全ての魂を救われます。まさかの仏教か。メシア教だけかと思ってた。メシア教、ガイア教だけじゃなくて仏教があるの。へえ。でもメシア教なんかさ、キリスト教っぽい感じがあるけども、それとまた別にね、仏教勢力もいるのね。なんだ、あ、王様。私は大破壊後の新宿を平和に収めていたのに、邪悪な悪魔使いがやってきた。俺のことか。平和を生み出し私の命を奪ったのだ、否定はしない。そしてここに落ちてみれば、私の子分だったやつですら私をのけ者に仕上がる。お前がいじめてたからだろう、もともと。え、小沢の亡霊とかいるんだ。ちょっと待って、他にもいっぱいいそう。あ、小沢の子分、かつてのその若かりし頃の子分だな、こいつら。小沢の言う通りにやってたらミサイルが飛んできてドッカーンだぜ、参ったな。だ、こいつらは若いうちに死んじゃったわけだね、ミサイルで、 ICBM で。小沢のやつ自分だけ長生きしやがって、あっとも来たから相手にしねえぜ。よくあの年取ったやつが小沢だって分かったな。てか、こんな死してなおまだあるんだね、こういう派閥争いみたいな。ジジイだから話合わねえしよ。そりゃしょうがない、俺腹減った。何の話なんこれ。ファンサービスとしては嬉しいけどね。ワンの連中に会えるんだ。後藤じゃねえか、相変わらずのふんどし。私の計画は完全だった。あと少しで成功していたはずが、変な二人のせいで失敗したんだ。恨み持たれてるな、かつての俺。恨まれまくってるじゃん。でもさ、かつてのそのヒーロー、俺の霊魂もいるんじゃないの、この世界に。この仏殿に来てんじゃない。あいつもなんだかんだでもう死んでるでしょ。多分大往生遂げてるんだろうけどさ、救世主として祭り上げられて、どっかいるんじゃないのかな、この中に。かつてのヒーローが。